ここは都庁舎本館の玄関に当たります。ちょうどもう真正面ですので、大きな建物ですのでごく一部しか見えておりませんが、ずっと上がっていきますと都庁のマークが入っております。その上の方が都知事のフロアで、バルコニーの形になっております。実際にここから都知事が顔を出して見た光景というのは記憶にないわけです。私自身はこの都知事フロアというのは一度だけ何人かでこの都知事に会った際に行ったことがありますが、それ以外は入ったことがありませんので、実際上の中の構造がどうなっているかというのはよくわかりません。ずっと上の方を見ますと非常に高い建物です。このできた当時、この新宿の高層ビル街、西口の高層ビル街の中でも極めて群を抜いておった建物です。今回この建物が内部の改修整備をするということで非常に話題になってくるわけであります。1200億円の費用がかかるというふうになっておりますので、どういったものがあるかということを検証していかなければならないと思っております。左側の方に目を転じますと第二本庁舎が見えます。構造上だいぶ